よく分からんけど、まあ売ってみる。あなたが後手です。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、相手の方が一手損角換わりかな、一手損なのか何手損なのか分からんけど、まあ角換わりやってきたんで、まあそうですね、このタイミングで歩ついてもいいかな。まあいっか。まあこっちは普通に右を組めればいいと思ってるんで、まあ歩ついてで銀上がってみたいな感じでいきますか。まあ相手の方は何なんでしょうね、これ。あの受けてこないのがすごい気になるんだけど、まあまあ金上がっといて、金上がっといて、あれかな、なんか桂馬飛んでこようってこと？飛ばんのかい。飛ばんのかい。なんか陣形的には飛んでも全然おかしくないなと思ったんですけど、飛ばんのかいっていうね。まあ玉上がることでここをね、あの補強してるっていう感じですね。さて、で、あなたは銀とか金とかどういう形にするんですかっていうところなんですけど、まあそうね、端だけは受けときましょうか。銀が立ち遅れてるから、銀出て、夫婦、まあ位は取らせてもらおうか。まあ、ついてこんってことは。位だけ取らせてもらいましょうか。で、銀をこう、なんかこうやって組み替えていくみたいな。まあここでもいいんですけどね、こうやってこう組み替えてもいいし、なんかそんな感じでできればなと思ってるんですが、そうっすね、銀上がって夫婦に、なんか今上がるのはちょっと尺かな、歩交換させちゃうもんね。でこれ玉がこっち行ったんで、なんか地下鉄飛車の含みがなくなったと見て、俺も固めるだけ固めとこうかなと思ってて、まあそうね、なんか端に手かけてる分2手かけてるんだよね。だから駒組みがちょっと金が上がったり銀が上がったりするのがなくなってるって感じですよね。切り跳ねてきたら、まあ一回かわしといていいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあこの感じやと、まあ金は上がる気はないのかな。まあ銀上がって夫婦に歩って飛車上がってもらって桂跳ねていきましょうか。なんかそういう感じでいきますか。まあ今一手使ってくれたんで、まあじゃあそのタイミングで俺上がらせてもらうんで、この歩交換して一番下まで下がった時に、下がった時にまあ一手損しましたよねっていう、まあ細かいやり取りがありましたと。まあそうですね、この銀をこうやって使っていくんだったら桂馬は跳ねない方がいい説があって、まあ、銀をこうやって使っていくとして、まあ角据えるんかね。角据えて玉にらんで、夫婦に銀で歩打っても銀で取れるよみたいな、で何もせんかっても夫婦に銀銀みたいな感じの攻めがあるよってしとけば、なんか攻めやすそうな感じはする。まあそれが嫌ならここの位奪還するために飛車回ってきて夫婦に銀みたいな感じだと思うんですけど、それは何？よく分からんけど、まあ打ってみる。なるほどね。あ、こうやって出てこようってことね。
まあ、それはね多分ね攻めてる場所が違うでしょう、主張でいけるんじゃないかな。まあ、行って、まあ、取り込む手があるし、桂か金かみたいな、いや、まあ、それはこうでしょうね。まあ、ここなってきても、まあ、最悪、同金で取り返す手があるし、まあ、これはこっちかな。まあそうっすね、どうしようかね。さすがにブッチはやりすぎ感があるんだよな。まあなので同金同飛車成るまでさせておいてから角をここに逃げるか。で角逃げた時にあなたは何持ってますかって言ったら金と角か。まあ歩突きなら一回避けといて、まあ、やっぱここ歩打ちになってく。そうね、この瞬間攻める手ってあるのかな。歩打つやん、こっち取る手やったら取って、そうね、歩打った時に角取られたらめんどくさいから、これはやっぱ一回取っとくべきかな。取っといて角一回逃げますか。取っといて、まあ相変わらず角の攻めがありますよって言っときますか。この角ってどうなんだろう、なんかそろそろ見捨てちゃうでもあるのかなと思ったりしてるんですけど、見捨てるには早いのかな。下がっといて次の歩打ちとか楽しみにしとくか。待てよ、これ桂馬跳ねてくんか。桂馬跳ねてくるってこと考えたら、むずいね。むずいねこれ、どうしようか。角見捨てで歩打つく、歩打つく、取られる、成り込む、金、歩。えい角を上げる。角上げるって言ってるけど取ってくれないんだな。まあ一回入ると思ったんやけどな。そうっすね、何がいいんかな。5分。むずいな。一応小回り確認しとこっか。角は俺のやろ、飛車は俺のやろ、で銀桂小回りは得してるのか。金と銀の交換で銀ボロしてる感じになって、やるならばそうね、ブッチはちょっと荒いよね。下がっても歩打ちとかあるもんな。まあでも間違えてくれっていう感じなのかな。こうやっときます。いやなんか違う気がするんだよな。まあこうやって受けとくか。いや歩で追い返してくるんだよね多分ね。あでも歩で追い返してくるっていうのに対しては
ここでまあ飛車走り風で横風みたいな、金打たれたら死ぬけど風なら横風取っといてみたいな感じかな。どうなんかな、桂馬。いやーでもそれはねー、やっぱ銀打ちがあるんじゃない、銀打ちから歩叩いてみたいな感じでどうかな。銀打ちがあるっしょ。さすがに桂跳ねはちょっと重かったんじゃないって思ってるんですけど、歩打って ここの利きを金玉の2枚じゃなくて金だけの1枚にしたいんですよね。ほう、まあ先に一発入るんじゃない。これさ、取って取った手が、取って取った手がまずいのか、金角あるんでしょ。いやさすがにそれはちょっとどうなんだろうかって思ってるんですが、あこうですよね。でそうね、これはどうするべきなのか。まあ取って取って取って清算してもいいかも。なんか清算できそうな感じもするな。で竜当てて金打てばなんかなりそうな感じもする。清算したいな。清算できるんだったらいいんですけど、清算できるんだったらいいんだけど、でこうやっとけば一応金銀の連結的に大丈夫。歩打ちとかは無視しても竜取ってって感じかな。逃げるならここ。あの玉に迫るためにはどうしたらいいんだ。ああまあそれはこっちかな。でこっち取っといて、まあ桂打ちか桂跳ねてくるかでしょうけど、まあ逃げといてこっちが広いかなみたいな。まあこうかな。まあ詰めろですね。ん？詰めろよねこれ。詰めろよね。まあ取っといて大丈夫かなと思ってるんですけど。まあこっちが広いんで、まあ桂打ちとかでも全然こっち逃げていくよみたいな。これなんか詰めろっぽいけどね。金打ってみたいな感じでどうかな。一回こっちかな、こっちかな、まあ、こっち避けてきますか。まあ詰めろですね、詰めろですね。飛車打って下がったら金打ってアウトでしょ。飛車打ってこっちなら金打って下がって、うん、これで飛車打ちからありますね。でもし角の道止めてくるような手があったらどうすんのっていうのに対しては、これはどうする。あ普通にこうか。2分30秒。金銀あるからな。えこれやばい、これこれやばいね、これ。え金銀銀が2枚あるんか。こういって銀打たれて、こういった時に金打たれて、まあでもこういっとけば大丈夫なんじゃないかな。わかんねえけど大丈夫なんじゃないかな。4枚か。いやーどうだろう。
どうだろう、なんか角打ちからなんか嫌な感じもするんだよな。2分歩玉寄って歩高い金銀みたいな感じがあるから、一回こうやっといて、この辺に打ってくる手に関してはどうしようかな。まあ金は重いか、避けときゃいいか。金は避けて歩叩いて玉銀銀銀銀、いやでもこれ金でも取らないかんかもな。取って取って取って取った時に金で銀銀飛車か、角が効いとるんか。角が一応ここには効いとるんやけど、いやこれでも詰んどるかもしれんね、詰んどるかもしれないんですよね。そうそう、その時に寄って歩叩かれて取って歩の時に下がらざるを得なくなってって感じか。あこれ詰んどんじゃね。1分30秒。あ詰んどるかも、やばいかも、これ詰んどんじゃね。避け方間違えた、避け方間違えましたねこれ。あーやったな、やったなこれ。うん、まあでもこっちで金で角の方がいいのか。これこうやって金打って取って取って取って歩金銀、あこれ詰まない説。うん、こっち寄ったらどうすんの。金、金やろ、角歩、まあ、それ取るしかなくってで取って歩ならこっちっしょ、角なら取るんかな。いや角なら避けとけへんか。まあでも角がいなくなったせいで、まあでもそれは避けるしかないよね。これ桂打ちから積んどったりせんかね。なんか外されるてか一番嫌か。逆にとなるとこっちの飛車打ちから狙うか。この角いい角ですね。こことかこことか効いとるもんな。飛車打ちからなんか行きたいんだけどな。飛車打ち角打ち、まあ詰めろですよね、詰めろですよね。まあ桂馬で勝負するか。どうしよう、まあまあでも飛車かな、こっちか。こっち逃げたら飛車なって避けて、いや桂か、桂の方がいいな、桂の方が多分いいな。桂がよくてこっちでバラバラっとしといてって感じで、こうか、あこうね、うん、こうやね。でここ合駒さして取って取って金までかな。はい、ありがとうございました。いやーマジかー、これ危なかったな。いやなんか積んどった気もしたんやけど、はい、ちょっとね感想戦やっていきます。はい、感想戦やっていきます。今回ですね、角換わり右玉対、まあ、腰掛け銀の戦いだったんですけど、評価的には俺の方が有利な時間帯があり、まあ、仕掛けとかね多分良かったんでしょうね。でどっかで逆転してまたさらに逆転したというような将棋でした。詳細は今から見ていこうと思います。はい、本譜の58手目ですね。58手目で5五角って逃げとけば、まあ金は取られるかもしれんけど、この金の代わりにこっち側ゴリゴリいけるよっていう感じなんでしょうね。
で、まあこのタイミングだと5六歩でも4六角って、4六角やからこっちやね、ここを出れると言っているわけか。で4七歩打ちに対して、まあ1回は入れるのか、8六歩同歩で8七歩叩きか。あ、まあ金がおらんくなったらここになりますからね、と思ったら、うん、まあ金がいったらこうすっよね。なのでまあ同玉かなと思ったら、同玉はダメなの、7六銀打ち、7六ってここ取れるように見えるんだけどダメなの。ほうほう、これも取れるように見えるんだけど、まさかこれ取っちゃうと詰むみたいな。6四角、まあ下がるしかないよね。で飛車、へえ、そんなのあるんや。ってことはこれ気持ちいいね、これ気持ちいいな、そんな手あるんや。捨てる捨てる引いて、え、マジか、そんな手あるんや、まあ、なのでそれが危ないと見るならばこの段階で避けろと。うん、まあ避けろって感じになるよね。で角は見捨てて銀が出ていくんだ。あ、そしたらまあ取ったら取ったで、多分この地点が浮からんくなってきてるんでしょうね。こう出ていった手が3対2なんで、まあ部分的に歩で受けるんかもしれんけど、いやーいやー、これはやってられんぞ俺。歩打っても多分歩でゴリゴリいくか、まあそんなことせんでもこっち行けばいいのか。で金取りになってるでしょ。なるほどね、なんかすごい手があるもんやね。はい、本譜の68手目ですね。銀でボロッと行く手があるみたいで、で同金でしょ、で桂打ちが痛いみたいなんですよね。でまあ横に避けたら、まあ、金ボロって取られちゃうじゃないですか。まあそれでも大丈夫なのか、まあ、こっち玉も結構危ないんでね。例えばまあね、金取られたくないって言ってこっちに行く手は、まあ7七角成ぶった切って同玉8八銀、まあ下行ったら金金で詰みなんで、下行ったらまあ金金の詰みなんで、こうやって詰みなんで、これはまあ上に行くしかないじゃないですか。まあ上ってこっちかな。まあこう行ったら金尻金打って詰みですよね。こっちはこっちで、金打ちはここ逃げられてアウトなんで、飛車捨てるみたいなんですよ。でも逃げたら金でアウトだから取るしかないっしょ。で7五銀捨て、これがすごい。またでこれ下行くしかないんだけど、まあ歩打って金打ってって感じで詰むんですね。これが、まあ、こっち行ったら金だし、まあ、こっち行ったら、まあ、一番最初に言ったように金金で詰むと。なので7五銀にこれ取るしかないんですけど、そしたらそしたで、まあ、金打ちでこれで逃げられないよという感じで詰むんですね。これすごいよね。はい、本譜の82手目で桂馬で取れるようにしたのがもう大逆転のダメな手だったみたいで、悪手だったみたいで、そうなんですよね。こっからなんかどうやっても先手の詰みがあるみたい、まあ相手側の詰みがあるみたいなんですよね。これやったかと思ったんですけど、そう、ここでね、ギリギリ詰みを逃れちゃって、
まあ相手の方がいいんですけどね、相手の方がいいんだけど詰み逃れちゃって、でこっから7五桂でまあ詰ましに行って、まあうまくごまかせたみたいな感じだったんですよね。なるほど、やっぱ死んでましたよね、死んでましたよね。なるほど、いやでも全然読んでなかったな。人玉薄いですね、薄いな、まあ広いとも言えるんだけど薄いな。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、角刈り右玉対腰掛け銀の戦いやってきました。ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今回もお疲れ様でした。お会いしましょう。